ねえマリサ、どうした霊夢？ IWGP って、めちゃくちゃ登場人物が多いじゃない？クセキャラばっかりで覚えやすいとはいえど、確かに登場キャラは多いな。しかも20年以上も前の作品だから、当時はサブキャラとして登場していても、後に主役級の大スターになった人や、今じゃ揃ってのキャスティングが難しそうな、俳優さんが多そうだわ。確かに言えてるな。この人も出演してたの？って人が多そうだけど、どんな俳優さんがサブキャラとして、活躍していたのか教えてほしいわ。了解だぜ。今回はドラマ IWGP の、豪華すぎるサブキャラたち、のテーマで紹介していくぜ。よろしく頼むわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはじめに紹介するのは、阿部サダヲさんだぜ。現在放送中のドラマも大好きで、毎週リアタイしてるわ。現在は本作と同じく、工藤官九郎さん脚本の、不適切にも程があるで、主役を演じているんだぜ。今やドラマや映画で主役としても、大活躍な阿部サダヲさんも、IWGP に出演していたんだね。そうなんだぜ。阿部サダヲさんが本作で演じたキャラは、交番勤務の警察官浜口役だぜ。下の名前もない役だったのね。別の工藤官作品、木更津キャッツアイでの、猫田役は覚えてたんだけど、本作での出演は言われるまで、気がつかなかったわ。本作の浜口も猫田同様に、出演シーンは少ないものの、かなり印象に残るキャラクターだぜ。あの交番のポンコツおまわりさんが、阿部サダヲさんだったのね。阿部サダヲさんと工藤官さんは、同じ大人計画のメンバーであることから、以降も数々の作品でタッグを組んでいるぜ。ポンコツおまわりさんが阿部サダヲさんだと、認識した上でまた作品を見てみたいわ。私は鬼太郎さん演じる刑事の吉岡との、ずっこけコンビが大好きだったぜ。浜口の腰巾着感が半端なかったわ。続いては女優の小雪さんだぜ。今となっては大女優の小雪さんも、出演していたのね。そうなんだぜ。今となってはよっぽどのことがない限り、サブキャラとしては登場しないであろう小雪さんも、本作ではキーキャラではあるが、出演していたんだぜ。今じゃ主役かヒロインでの、出演が大半だものね。小雪さんが演じていたのは、第5話ゴリラの会からだぜ。誠の実家真島フルーツで、パートとして入ってきた、松井かな役で登場しているぜ。あの誠が光と付き合ってるのに、いい女すぎて浮気しちゃった人ね。その通りだぜ。実はかなは暴力団会長の愛人だったという、驚きの正体を隠していたんだが、基本的にずっといい女だったんだぜ。だって小雪さんだもの、当然よ。そんなかなといえば、会長との衝撃シーンが印象に残っているぜ。どんなシーンだったの？保母さんに転職すると言って、突然真島フルーツを辞めた彼女が、次に誠と再会したのは、暴力団の事務所で赤ん坊に扮した会長と、それを怪しているシーンだったんだぜ。いや、保母さんって赤ちゃんプレイのことかよ。赤ちゃんのコスプレをしたこわもてのおじと、保育士の格好をして怪しているかなの姿が、当時小学生ながらも、どういう意味か察して、若干トラウマだったのが懐かしいぜ。小学生にはヘビーな内容だわ。現在小雪さんは、田舎暮らしでスローライフを送りながら、女優活動をされているようだぜ。小雪さんの優雅なイメージにぴったりだね。続いては今もなお、映画やドラマには欠かせない存在の、遠藤憲一さんだぜ。近年では主役だったり、物語のキーマンとして出演することが、多い俳優さんよね。今までは名バイプレイヤーとしての活躍が、目覚ましかった遠藤憲一さんだが、霊夢の言う通り最近では主役だったり、可愛い系の役どころも多いんだぜ。遠憲さんの愛称で愛されているよね。以前も多くの作品に登場していた遠憲さんだが、最近の活躍とは異なり、当時はそのこわもての顔立ちから、ほぼや丸座的な役ばかりだったらしいぜ。可愛いは作れるは本当だと証明されたわ。そんな彼の本作での役は、誠の中学の頃の同級生猿が所属する、暴力団の若頭日高として出演しているぜ。やっぱり組員役で腐う。しかもめっちゃ若頭顔で納得。今やるとしたら会長とかだろうが、20年前なら若頭はハマり役だぜ。可愛い系にも組員系にも、慣れちゃう遠憲さんって、さすがにカメレオンすぎるわ。いろいろな作品に引っ張りだこなのも納得だぜ。お次は本作でも異質の存在感を放っていた、ドーベルマン山井役の、坂口健二さんだぜ。IWGP といえば、キングの次に山井を、思い出す人も多いんじゃないかしら？ビジュやキャラが強烈だったが、以降の作品での坂口さんの爽やかなイメージと、かけ離れすぎていたために、山井役が坂口さんだと気がつかなかった人も、結構いそうだよな。それぐらい山井は衝撃的だよね。坂口さんは10年ぐらい前から、難病の療養のため活動休止していたけど、それまではバリバリ活躍の、人気俳優さんだったよね。そうなんだぜ。代表作で有名なのは優だぜ。過去に4シーズンにわたりシリーズ化されている、超人気作品なんだ。ちなみに優には本作に出演している、阿部サダヲさんもクセキャラで登場しているぜ。これは必見だわ。
そんな坂口さんは霊夢が言っていた通り、療養のため無期限活動休止をしていたが、昨年木村拓哉さんが主演する教場霊にて、俳優復帰しているぜ。それと芸能界復帰と並行して、カフェの経営もしているようだ。俳優としてまた坂口さんが見られるのは、最高に嬉しいわね。次に紹介するのは我らがキングの、第二夫人キャシー役の、峰村理恵さんだぜ。ジェシーと並ぶ強烈キャラよね。ジェシー不在中に突如現れたことで、視聴者に衝撃を与えたキャシーが、今でも記憶に新しいぜ。峰村さんって色々な作品に、出演しているイメージだけど、IWGP にも出演していたのね。そうなんだぜ。当時彼女のことを知らない状態で視聴していて、現在 IWGP がサブスク配信されたことにより、20年越しの答え合わせができた感覚だったぜ。些細だけど小ネタを見つけたみたいな、喜びを感じるよね。ちなみに峰村さんのウィキペディアで、出演作品を見てみると、他の俳優さんでは、あまり見ないまとめられ方がされていたんだ。一体何なの？通常ウィキペディアで出演作品をまとめた項目では、年代順、メディア順などで、まとめられていることが多いんだが、彼女の場合は、テレビ出演の部分のみだけでも、各放送局別で作品がまとめられていたぜ。出演作品が多すぎてってことかしら？おそらくそうじゃないかと私は思ったぜ。結構出演者を覚えている私でも、あの作品にも、と思うことが多かったぜ。確かに名バイプレイヤーなだけあって、作品に欠かせない存在だものね。本作では峰村さん演じるキャシーと、ジェシーはキングの彼女だから、セット扱いになるんだが、20年もの時を超えて、別作品でも二人は共演しているぜ。そうなの？どの作品で共演しているのかしら？2019年に日テレ系で放送された人気作、あなたの番ですで、キャシーとジェシー夢の再共演が、実現しているぜ。これはファンからしたら嬉しいわね。あな番制作サイドは、意図していないかもしれないが、嬉しい小ネタになったんだぜ。続いては私も大ファンの歌手、安藤優子さんだ。この人も IWGP に出演していたんだ。全然知らなかったわ。私は他県で開催されたライブにも、遠征して参戦するぐらいファンなのに、最近までこの事実を知らなかったんだぜ。それは衝撃ね。彼女の代表曲はノーゼンカツラや、海原の月なんかが有名だな。CM や映画の主題歌にもなってたよね。そんな安藤優子さんが演じたのは、主人公誠の行きつけで、マサのバイト先のボーリング場の、店員薫役だぜ。ああ、あの赤髪の。そうなんだぜ。現在は黒髪の印象が強い安藤さんも、ドラマ放送当時は、奇抜なヘアカラーで登場していたぜ。これは結構印象が違うから、ファンでもしばらく気がつかないかもね。出演シーンは多くはないんだが、作中で池袋西口公園のことを、はじめに IWGP と呼んだのも彼女だし、後に山下智久さん演じる、旬と付き合ったりと、結構目立った役割をしているぜ。今では歌手として活躍している安藤優子さんの、女優活動が見られる貴重な作品だね。ファンの方はぜひチェックしてみてほしいんだぜ。続いては千秋役で出演していた、矢沢心さんだぜ。毎回同じリアクションで申し訳ないんだけど、この人も出演していたんだね。そのリアクションなのは、本作においてはしょうがないんだぜ。矢沢さん演じる千秋は、真島家の向かいにある、風俗店で働いているため、頻繁に真島フルーツに訪れては、誠にちょっかいをかけて、誠の母律子と井戸端会議をしているぜ。巡査の浜口を絶妙にたぶらかして、いい感じの距離感を保ちつつ、お得意様にしていた印象だわ。あれは本当に手のひらで転がされてたよな。そして千秋は明るい性格で誰からも好かれるような、元気な女性のイメージだな。プライベートの矢沢さんは K1 の正人さんと、ご結婚されてて、最近ではママさんタレントとして、よくテレビで見かけるよね。女優としての活動も継続していて、本作で誠を演じる永瀬智也さんが、表舞台での活動の最後となったドラマ、俺の家の話でも第8話に特別ゲストとして、看護師役で登場しているぜ。要チェックだわ。ここでちょっと番外編だ。阿部サダヲさんのパートで、霊夢が触れていた木更津キャッツアイも、本作とつながりがあるんだぜ。同じ工藤作品ってこと以外で？そうなんだぜ。出演者が似てるってこともそうなんだが、実際に IWGP スペシャル版、スープの回に、木更津キャッツアイの5人が、ドラマの役のまま登場しているんだぜ。そうだったんだ。というかもしかしてマサとマスターが、共演したりするの？どっちも佐藤優太さんが演じている役だからな。直接の絡みはあったのかしら？直接ではないが、マサを見かけたマスターが、俺に激似じゃね？というシーンには、全私が歓喜したぜ。それはかなり熱いわ。キャッツおなじみのエンジンシーンを、IWGP で見れるという、最高な仕掛けになってるから、未見の人はぜひチェックしてくれ。要チェックね。実はあの小栗旬さんも、IWGP に一瞬だが出演していたんだぜ。そうなの？どういう役だったのかしら？
ドラマ第2話で吉和という役で登場しているんだ。申し訳ないけど全然ピンとこないわ。無理もないんだぜ。普通に見ていると、ほぼ気がつかないレベルの出演だからな。大勢の G-BOYS のメンバーの中に、当時は無名で身長も伸びきっていない、小栗旬さんの姿を確認することができるぜ。うわ、これに一発で気がつくのは、相当の猛者よ。彼もまた後に大スターになるから、侮れないんだよな。番外編は以上だぜ。ちょい役も後の大スターだなんて、IWGP 化け物級だわ。続いて紹介するのは、国民的人気俳優の妻夫木聡さんだぜ。妻夫木さんがサブで登場するなんて、ほんとどんなドラマなのよ。豪華すぎるわ。本作は妻夫木さんが、映画ウォーターボーイズで、大ブレイクする前の出演のため、サブキャラとしてキャスティングできたと思うぜ。IWGP に出演した俳優は、ブレイクする運命とも言えるわね。そんな後に大ブレイク俳優となる、妻夫木聡さんが演じたのは、池袋を仕切る暴力団の構成員猿役だぜ。もともといじめられっ子だったが、その反動で暴力団に入ることになったキャラだ。これまた個性的な役柄ね。自身が抱えている組の問題を、誠が引き受けてくれたことに、恩義を感じていて、それ以来いろいろと協力してくれるナイスキャラだぜ。切りがたい性格が妻夫木さんのイメージに、よく合っているね。その後スペシャル版放送時には、妻夫木さんは売れまくっていたが、切りがたいイメージ通りに、猿役で出演していたぜ。妻夫木さん自体も、IWGP が好きだったんだろうね。多少無理をしてでも、出演できるよう調整したかもしれないな。最後はやっぱりこの人、高橋一生さんだよね。その通りだ。以前の動画で本作に高橋一生さんが出演しているって知ってから、作品を見てみたら心底驚いたわよ。だって今の彼と全然イメージが違うんだもの。今やリアコ製造機との呼び名も高い高橋さんだが、 IWGP での彼は決してそうではなかったんだぜ。どっちかっていうとアイドルにリアコしてる側に見えるビジュアルよね。それは否定できないんだぜ。高橋さんが演じたのは、誠の中学の同級生森永和則だ。元は秀才だったがロン毛の引きこもりになった役で、誠との再会によって、引きこもりを脱却し、コンピューター技術に詳しいため、情報屋の地にネットカフェをオープンさせるなど、人生花開く役柄だぜ。いや、未だにこの高橋さんは衝撃的だわ。確かによく見たら顔は変わってないんだけど、今のバクイケな私たちの高橋一生とのギャップで、脳がついてこれないのよね。確かにそうだな。分かっていても処理が追いつかないんだぜ。でもこの時の高橋一生さんも、バイプレイヤーとしても活躍できそうだね。現在演じているような役どころでなくても、大活躍しそうだよな。リアコ大賞でも非大賞のイメージでも、どの道大ブレイクしていたはずだね。同感だぜ。以上が今回紹介したかった、IWGP の豪華すぎるサブたちだぜ。最後高橋一生さんは何度見ても、衝撃が薄れないわ。皆さんも気がつかなかった出演者はいたかしら？他にもレアな人が登場していたら、ぜひコメント欄で教えてほしいんだぜ。以上、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録や高評価で応援お願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。